GT7 になってからフロントのダウンフォース抜けが発生するようになったんですけれども、これをうまく使って対向車のトマホークに当たれば打ち上げ花火説。さあトマホークがこっちの方に向かってくるタイミング合わせて、いよっ、なんかこれじゃないか。いけるか？おー、いっぱい向かってくる？で、前も飛んでくるの？そうなんですよね。この企画一つ予想外だったのが、AI も飛んでくるんですよね。ならば私もとトマホークに乗り換えた結果、ついにその時が